コーリーナ・サニエル・ウェイドはアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。ケンタッキーウェスレヤン・カレッジから2004年にドラフト、ドラフト10順目でロサンゼルス・ドジャースから指名を受け、プロ入り。契約金は4万5000ドルだった。2007年のシーズン終了後にドジャースの40人ロースターに入った。2008年4月24日の アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。ルーキーイヤーは55試合に登板して防御率2.27だった。2009年は右肩に違和感を抱えながら過ごし、シーズン途中で3イアルバカーキー降格した。2010年は3月に肩を手術し、メジャーでの登板は例に終わった。2011年はタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。 トリプル A 級ダーラムで21試合に登板して防御率1.23だったが、レイズの25人ロースターには飽きがなく一定の期日までにメジャー昇格できなかった場合は FA になる条項が契約に含まれていたため、6月12日にレイズはウェードを解雇した。2011年6月13日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。6月15日に DL 入りしたラファエル・ソリアーノに代わってメジャーへ昇格。シーズン終了までに40試合に登板し、6勝1敗、防御率2.04だった。2012年10月17日にトロントブルージェイズへ移籍した。11月20日に DF となり40人枠からも外れ、ウェーバー工事された後、トリプル A 級のバッファロー・バイソンズとの契約も断り FA となった。 12月13日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2013年はスプリングトレーニングに参加したが5月6日に放出された。2013年5月13日にレイズへ復帰。トリプル AQ ダーラムでプレーしていたが8月28日に放出された。2013年8月31日ニューヨークメッツとマイナー契約で合意。 11月5日に FA となった。2013年11月22日、カンザスシティロイヤルズにマイナー契約で入団した。2014年はロイヤルズ参加で開幕を迎えたが4月23日に解雇された。その後、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。速球は平均十九マイル毎時程度で三振を奪う能力は あまりない。大きく曲がる70マイル台中盤のカーブには定評があり、80マイル強のチェンジアップも投げる。2011年までの通算防御率2.86に対し、投球内容から算出するフィップは3.90であり、1点以上の差が生じている。ありがとうございます。